パイオニア0号は国際地球観測年の一環としてテレビカメラ、流星人検出機、磁気センサを積んで月の軌道への投入を目的としたが失敗したアメリカ合衆国の宇宙探査機である。パイオニア計画の最初の衛星としてアメリカ空軍が設計し地球の軌道を抜ける最初の試みの一つとなったが打ち上げ直後にロケットが故障した。 パイオニアと呼ばれることになっていたが、失敗したため、パイオニア0号と呼ばれるようになった。宇宙船は直径7 4トルの薄い円筒形の中央部の両端に高さが1 7トルの円錐台がついた構造をしている。上端から下端までの高さは7 6トルである。軸に沿って下の円錐台の末端から1 1ラムの 固体推進ロケットが突き出ている。八つの小型、低水力固体推進ロケットは、上部の円水台に環状に配列し、使用後には投棄される。上部の円水台の先からは、磁気ダイポールアンテナも突き出ている。シェルは、白層プラスチックでできており、温度制御のために、明暗の縞模様に塗られている。搭載された、化学機器の質量は 11.3kg で、 次のようなものがあった。ロケットの点火には、ニッケルカドミウム電池、テレビシステム用には、酸化銀電池、残りの回路には、水銀電池が用いられた。電波伝送は、国際地球観測年の人工衛星の標準であった1 0 8 0 6ヘルツの周波数で、遠隔操作とドップラー測定用には、電気ダイポールアンテナ、テレビシステム用には、 次期ダイポールアンテナを用いて行われた。地上からの指令は1 1 5ヘルツの電気、ダイポールアンテナで受信された。宇宙船は毎秒1.8回転のスピン安定で、スピンの方向はおおよそ四五0面に垂直であった。パイオニア0号は1958年8月17日12時18分、計画された打ち上げ時間のわずか4分後に、 アメリカ空軍によって、第127号総ミサイルで打ち上げられた。打ち上げの73.6秒後に、高度 16km で、総の第1ステージの爆発により破壊され、大西洋に落下した。この失敗は、ターボポンプ軸受けの欠陥により、液体酸素ポンプが停止したのが原因であると、考えられている。爆発後の123秒間。 ペイロードと上段ステージからエラー信号が受け取られ、上段ステージは海に落下させるために追跡された。当初の計画では2.6日間かけて月まで飛行し TX-8 から6個体推進モーターで2万 9000km のガツ軌道に乗せられ、2週間運用されることになっていた。これはアメリカ空軍によって実行される。 唯一のパイオニア計画のミッションとなり、続くミッションからはアメリカ航空宇宙局に引き継がれた。ありがとうございます。